ウィノナライダーはアメリカ合衆国の女優、映画プロデューサー。本名はウィノナローラ・ホロウィッツで出生地であるミネソタ州ウィノナにちなんで付けられた。東欧ユダヤ系の両親がヒッピーだったので幼い頃からコミューンで育つ。後見人は心理学者のティモシー・イリアリーである。11歳の時に父親が再婚。父は作家兼出版業者。 ママ母は教育ビデオの制作者。ママ母の連れ子の警視とイボテイがいる。高校では芸能活動をしていたことやキャシャで、ボーイッシュな容姿を理由にひどいいじめを受けていたため、通学を免除されリポート提出をもって、それに代わる処置を施され卒業する。10代の頃に、境界性パーソナリティ障害を患っていたということを後に告白している。12歳の時に、 オーディションに合格して舞台に出るようになる。1986年のルーカスの初恋メモリーで映画デビュー。1989年、学校内の上下関係をシニカルに描いたヘザース、ベロニカの暑い日で青少年の支持を得、1990年の恋する人魚たちではゴールデングローブ賞助演女優賞にノミネートされる。1993年の エイジオブイノセンス、汚れなきジョージではゴールデングローブ賞女演女優賞を受賞、また同作ではアカデミー女演女優賞等主要な映画賞にノミネートされた。その翌年には若草物語で条役を演じアカデミー主演女優賞にノミネートされた。初期のティム・バートン作品の常連でもあった。17歳のカルテではプロデューサーとしても手腕を発揮した。 2000年にはそれまでの功績が称えられ、ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームに名前が刻まれた。2016年、ストレンジャー・シングス・ミッチの世界でゴールデングローブ賞ドラマ部門女優賞にノミネートされた。また、本作で全米映画俳優組合賞アンサンブル賞を受賞した。1989年から1990年までは俳優のクリス・チャンスレーターと交際。 1990年からシザーハンズで共演した俳優のジョニー・デップと交際を、始め、婚約するが、1993年に破局。ミュージシャンのデビット・ピルナー、俳優のダニエル・デイ・ルイスや、マット・デーモンと交際した時期もある。2011年からエコデザインをしているスコット・マッキン・レ・ハーンと交際している。2001年12月13日に、 ビバディヒルズで約5,500ドルの商品を窃盗し逮捕された。2002年11月6日の裁判で3年の保護観察と480時間の社会奉仕、1万ドルの罰金の有罪判決が下された。2004年に重罪から軽犯罪に減刑される。日本語吹き替えは日野由里香が専属で担当している。ありがとうございます。